ちゃこんにちは、はい、杉高さん、今日は8月の月間の監督総評になります。やだやりましょうセパともにやるの、はい、まあいい位置にいる監督っていうのはまあまあいい位置にいる、まあまあでもさ、はい、やっぱり上位にいるチームの監督って、はい、そんな悪くは言えないし、まあそれはそうです、ね、まあ、悪く言うつもりで言ってるわけじゃないからね、うん、もちろんそうです、そうです、まあ、だからいいんだけど、行きましょう。じゃあまずセ・リーグ、はい、阪神の岡田監督です。素晴らしい一言で終わっちゃっただからやっぱり、ね、まあ、ちょっと詰まった時期でもゲーム差が慌てる素振りはないよね、はい、それとこれはこのまま負けるだろうなっていうのを覚悟しながらやってるというかさ、うん、で負ける時にジタバタしないというか、はい、勝つ時には総力戦でいくけども、うん、負ける時にはちょっと引いた俯瞰で見てるっていうことがすごく感じるんだよね、うん、だからそれはやっぱり指揮官として冷静であるし、はい、しっかりものの考え方がしてるんだろうなっていうふうに、うん、そう感じさせてくれるよね。そうなんですね、うん、だから言うことないよ。あ、言うことないです、うん、まあね、梅野選手が離脱ってなってもやっぱり坂本選手で、下からね、長坂選手、坂井選手を、まあ、上げてきてるけれども、坂本選手に全信頼を置いて、それはもう岡田監督が、まあ、信頼してるだろうね、うん、まあ、それは監督として、まあ、梅野を中心に行くって言われながら、うん、坂本にこうマスクを預けた時に開幕から9連勝とか、はい、坂本が被った試合はね、うん、そういう試合も作ってくれたし、それはやっぱり信頼度は高いだろうね。そうですね、うん、だからそういう意味では選手の操縦をする、どう使っていくかっていう、そういうことも含めて素晴らしいな。そうです。8月の岡田監督に資格はなしって感じでした、ね、ただ岡田監督もちょっと疲れてきてるかなっていうそりゃ疲れるよ、久しぶりですもんね。ああ、だからその、まあ、甲子園に帰ってきて、はい、ほっとして我が家に帰ってきて、うん、あ、やっぱり我が家いいよねっていう心地よい疲れを感じた時に、はい、スコンスコンとやられたっていう、そうありました、まあ、そこら辺はあるけども、はい、全体的にはもう素晴らしいよね、うん、いいね、拍手だよね。そうですね、はい、さあカープの新井監督です。新井もすごいな、はい、やっぱね、働く雰囲気を作り出す、うん、ね、職場の雰囲気ってすごく大事じゃない、はい、これを作り出せるのが新井監督の力だな。なってほしい上司のベストワンになりそうですよね、今年。大げさだなお前。なんか今年のそれは優勝したら岡田監督だよお前。ですかね。多分な。うん。いやでも抜いちゃったら岡田監督の立場なの、うん。あ、そっか。でもなんか今の、はい、なんか、まあ、現代のね。そう、現代の、いや現代とか、うん、だからお前がそういうこと言うから、うん、現代とか昔も違うんだよ。やっぱ昭和の野球が今評価されようとしてる時にね。勝てば官軍だから。そうですよね、岡田監督な、昭和とか、うん、平成、うん、令和を交えた野球だから。そうですね。ただそのだから新井監督は、ね、平成、令和はだから昭和はないんだから。あ、まあ昭和はそうですよね。そうでもこの2人の監督がその1位、2位にいるっていうのがすごく面白いですね。何が面白いんだ。昭和で、かたや、まあ、今のなんて言うんでしょう、まあまあね、うん、現代のね、そうっていう、まあだからその新井監督はやっぱこう働く雰囲気を作るっていうのは素晴らしくうまい監督だな、うんうん、だからよくやってると思う。あとは例えば代打に持ってきたその選手がホームランとか決勝打打つとか、それとね、この数字的にも、うん、岡田監督は、うん、DeNA と巨人に今年は焦点を合わせてたんだよ、はい、この2つに勝ち越せると勝てるって、うん、で DeNA の相性もすごく悪かったんだ、はい、でも今年はいいでしょ、はい、悪くないでしょ、うん、で巨人にはもう勝ち越してるでしょ、はい、だからね、その課題を克服してるんだよ今年の場合、はい、だからすごくいいし、うん、で新井監督、うん、広島の先発はいいんだけど、うん、中継ぎ陣が持ちこたえられない、そういうテーマが一つあった、はい、でここを乗り越えたら野手はいると、うん、その代わり坂倉がキャッチャーとして他のポジションは守らない、うん、一本立ちしなきゃいけない、そしたら相澤をどうするかとか、うん、まあ、いろんなこう精神的な絡みというか嫌な部分もこれは乗り越えたんだよね。そうですね。それで中継ぎ陣をどうするか、中継ぎ陣いいよね、はい、これを克服してきてるんだよ、うんうん、だからやっぱり上に立つわなと思う、うん、なんだよ。いや、まだ続く。いや、まあ、だから、うん、すごくやっぱ働く環境の雰囲気が素晴らしいのと、うん、
やっぱりその克服を2人の監督はちゃんとしてるっていうことで、課題を、はい、課題をもうなくしてるというか、はい、うん、まあ、そういうところが評価されるよね。この2監督はそういうことなんですね。そう、まあ、8月だけじゃないけどね、はい、うん、だけどそういうことがもう明らかになった月だよね、うん、そうです、はい、あとやっぱりその適材適所ではないですけど、例えば坂倉選手をファーストに持ってきて一回やったな、一回ですね、相澤選手をキャッチャーでっていう引きもあったりとか、はい、代打で末谷選手をボーンと使ってホームランとか、まあ適材適所にまたスクランブルになってる時期だからね、うんうん、だからそれはもう選手との相談もしただろうし、はい、いやそれでも行きますっていうふうに言ってくれたんだと思うしね、うん、それはもう監督としてやりたいようにできるように選手との信頼関係を構築してるっていうことだよね。そうなんですね、うん、だからこそその構築がこの8月っていうやっぱり時期に来て一気に花開いてきてるのかなという感じですね、そうだね、はい、さあ DeNA 三浦監督です。まあ数字的に言うとやっぱ走るということが全くできてないというね、これが克服できてないという、だから苦しんでるという、で戦いやすしに思ってるよね相手はね、はい、でこれはやっぱこういきなり走れるようになるかっていったらならないけども、やっぱこうベンチ入りの選手がじゃあどうなんだとか、うん、まあそういうこともあるよね。やっぱ1点取るときに何がいるんだって、で守備でこれだけのミスが出てて、うん、ねベンチにいる守備固めはいらないのかとか、はい、だから打ち方とそればっかりじゃ勝てないから、うん、で8月は、まあ、確かにピッチャーはバテるかもから打つしかない。だけどやっぱり野球って守りだから、わかる、はい、パッと見た時に あそこに隙があるっていうチームはやっぱり弱いよ、うん、えこれはどこに打ちゃいいんだっていうようなところがやっぱ強いよ。そうですね、まあ、そういうチームはなかなかないけども隙が見えてしまうような陣形を取ってるということだよね、うん、だからここら辺はちょっと考え直さなきゃいけないかもわからない。これはじゃあ9月に入ってますけど、9月、いや多分できないと思う、多分できないと思う。それ来年の課題っていうことに、来年もできないと思う。わお、絶対できないと思う。それはなぜですか。そこが見えてないから、あの指揮官がってことですか、うん、多分、まあ指揮官だけじゃなくてやっぱ球団も見えてないと思う。あ、それ感じててくれたらいいけど、はい、感じてるコーチは多分いると思うんだけど、やっぱ言えないよねコーチだから、うん、だからやっぱ俺はこう DeNA を今年1年間見てきて隙がある、うん、あそこをどうかしなきゃいけないとか、はい、例えばこの選手はいらないとか、うん、この選手を出したらこういうもう素晴らしい選手が取れるとか、変えていかないからな、うん、変えなくてもこれだけ強いわけだから、はい、ただオースティンどこ行ったんだって、もうそのオースティンの卸し物だった、気になるんだよね、どうしてるんですか。いや本当に金払ってんのかなと思ってもうやめろって、もうもう働かないじゃん、金やるな、もうそうですよね、腹立ってきたんだよこれも。いや確かにその宮崎選手目が抜けた中で、ほらじゃあオースティンが、俺も8月は出てくるんだろうと思ってたらさ一向に一回も出てこない。存在してるんですか、そもそも。わかんないどこ行ったあいつ。見かけた方がいたらね、ぜひ一歩いただければ、一歩いただければですよね。もしかしたら9月出てくるかもしれないです。出てきても遅いわもうですかね、そのあたりの危機管理っていうのもやっぱりチーム全体として、まあね OB だからどうしても見え方がね、うん、厳しくなったりとかもするんだけどもね、はい、まあだけどやっぱこう人権っていうのは大切、うん、まあそれとやっぱ新井監督じゃないけど働く雰囲気っていうのは大事、うん、これはね雰囲気っていうのはね明るいだけじゃダメなんだよ、はい、これ阪神と広島を比べた時に阪神は重みがあるよね、はい、ねで広島は明るさがある、うん、それと勢いを感じる、ね、だから明るければいいっていうもんじゃないんだよ、うん、やっぱりねそれはこうあるんだよ、それを出していかないと。今月の DeNA には三浦監督はそういった雰囲気っていうのはなかなか、いや今月はもうとにかく3位になるという自分たちの予想、うん、まあ、2位も優勝もね、はい、まだ諦めてないとは思うけども、まあ、とりあえず3位になって CS を戦う、うん、CS を戦うためにはじゃあ相手はどっちなんだ、まあ、広島かって、はい、いや広島を叩けるような戦略とやっぱ選手を使っていかなきゃいけない。そうですね、そうだろう普通、うん、じゃないとそう考える、うん、何も変わらなかったらおかしいっていう。そうですね、うんうん、
広島で、まあ、データを出して何にやられてて、うん、何が相手が嫌がることなのか、うん、まあ、そういうことだよね、まあ、こういうこと言うとどうせ広島嫌いだよねみたいなそういうことじゃない、まあ、そういうことじゃないね。闇雲に打つ打つとか闇雲に勝つ勝つではなくて、守りも隙も見せなかったり勝ち方とか守りだから、うん、野球は、うん、そうですよね。だからそれを忘れてるよね。でも阪神はそれに着手したよ最初に、まあ、まあエラーはなくならないよ、はい、なくならないけど専属にやらすことに意味がある、うん、責任が生まれる、そこなんだ、そこを分かってるかどうかということなんですね。佐野が最近当たり出したでしょ、はい、ファーストで使わなくなったでしょ、はい、レフトだけに専念させたでしょ、うん、ね、それで当たってきてる、うん、そんなこと鼻から分かってるんだ、はい、そんな都合のいい選手はいないから、うん、ね、そういうところなんですね、つまりはそういうところなんだ、あ、まあ、だけど人権を見た時には隙がある、うん、ね、はい、じゃあ4位の巨人原監督です。まあ秋広を成長させて、うん、門脇を使って中山ライトがいて浅野を打席に立たせてて、まあ、やってると、まあ、こういうような順位にはなるかなっていうような感じはするんだよね、はい、それは若手の力っていうのがさやっぱ無限大に広がろうとはしてるけども、だけどまだつぼみだもんね、うん、だから勝敗における影響力っていうのはそんなに強くはないわけよ、はい、だからそこでよく俺は我慢して使ってんなって思うよね、うん、だって A クラスが目の前にあるのにさ、はい、だけどそこをあえてこいつらに経験させて大きくさせてやろうっていう親心みたいなのが見えるんだよ。他に選手がいないっちゃいないかもわからないよ、はい、で潰しも効かないって、例えば秋広と永田がポジションかぶっちゃったとかさ、はい、まあ、そういうことで秋広を選んでるけどね。だからそういうことはあったにしても、まあだけどよく我慢してそうやってるなと思うよね。うん、そうだ、グリーンがさ頭にボール当てて、そうですよ ね、 ね、菅野が前倒しで投げるなんて普通ないからね。あの、まあ、でも自ら、ね、手を挙げてっていう、まあ、そういうことがあったりだとかさ、まあ、アクシデントがありながら今の戦力、例えば先発ピッチャー中継ぎ大勢がいない、そんなこと考えたらそれはやっぱりこのぐらいの順位でしか入れないのかなとは思うけどね。本来だったらこの重要になってくる8月っていうのが若手ではなくベテランとか勝てる選手で取りに行かなきゃいけなかったっ、まあ、行きたいよね本来ならば。坂本が熱出る、はい、ね、梶谷いなくなる、いなくなる、はい、ね、岡本選手が特例ですよね。そうで坂本が全力では走れない状態で出てるとか、はい、うん、まあだからやっぱこう辛いよね。辛いし相当疲労は溜まってるだろうな、うん、でダイソー出そうか同点だけどまだ出せないなとか思ってたらタイムリーヒットかと思ったら走れないとかね、はい、まあ、そういうこともあるし、だからやっぱりこう辛いと思うよ、うんうん、一回あれなんかアウトカウント間違えてリクエスト行っちゃった時ってありましたっけ。なんかツーアウト一塁で石川高也がセカンドに投げたんですよ。セカンドのやつはセーフ臭かったから一応ファーストに戻ったんですよ。でもバッターランナー余裕でアウトですよ。チェンジじゃないですか、うん、っていうのにリクエストリクエスト言っちゃったっていう、だからもうそのぐらいちょっと疲れも溜まってきちゃってるのかなっていうそれはミステイクだなもうそれはしょうがないよなコーチ止めろよな。そうなんです、コーチ止めろよ。リクエスト出てもしょうがありませんね監督言っちゃってるんですよこうやって、うん、まあ工房も筆の誤りあの猿も聞かんしなあだと思うよ。だからなんかまあいろいろ疲れたりとかいろいろ考えながらっていう、まあ、そうだ あるんだよ、ね、あるんでしょうね、はいはい、さあヤクルトの高津監督です。もう耐えるしかないな。いろんな手を打ってきていろんな打順も組ましていろいろしてるけどやっぱ踊らないよね選手が、はい、調子が悪い選手は調子が悪いまんま、まあそれはもうしょうがないよね、うん、そうですね。で雰囲気が決して悪いようなチームじゃないし、だからそれはやっぱちょっと辛いと思うよ。これってもう高津監督の采配というよりも個々の選手たちっていう、いやもうここまで来たらもうしょうがないよね、うん、いろんな手は尽くしたと思うよ、うん、はい、いろんな手は尽くしてきたけども踊らずという、
これはそのベイスターズの監督とはまた違うことですよね、きっとそうなってくると。ヤクルトの場合は今年は投手陣が良くないっていうのが言われてて、うん、まあ、その通りの結果になってるんだけど、それを補うのが、まあ、強力な打者陣だろうみたいな、うん、村上三冠王みたいな、はい、まあ、それも両方ともダメってなるとさ、お手上げだよね。策は尽きたになっちゃいますよね、うん、だから DeNA の方は、まあ、中継ぎ陣がね悪いけど、先発投手陣、ね、打つ方は頑張ってきてるわけだからさ、はい、だからまあここら辺でもうちょっと DeNA を上行ってもよかったかなっていうふうには感じるけどね。そうですね、そこのちょっと監督の差っていうのはあるのかもしれないですけどね。で、中日です。中日立浪監督です。まあやっぱ打点はな、やっぱり勝ってほしいピッチャーっているじゃん、高橋宏と柳とかさ、はい、まあ、ここら辺に援護点が本当に少ないし、はい、まあ、確かにいいピッチャーとの投げ合いはしてるんだけども、まあ、その中でバンテリンでやるんだったらバンテリンの戦い方だとか、他でやるんだったら他の戦い方とかやっぱあると思うんだけども、バンテリンだともうとにかく足を使い、バントを使い、もう相手をガッチャガチャに揺さぶる、うん、まあ、昨年の日本ハム戦法みたいな形でいいと思うけどな、うん、あまりにも強いチームと五分に渡り合おうと思ってるから、まあ、例えば阪神が今横綱だとすれば、まあ、中日っていうのは、まあ、前頭の筆頭ぐらいだよ、うん、で横綱に胸を借りるってなると、桁繰りも入れなきゃいかんし、何かしなきゃいけない、そういう風なあがきを見たいけどな。やっぱりその今月で言えば、まあ、米騒動に始まり、さらし投げと言われたあの62球になり、なんて言うんでしょう、その不和というかがちょっと露呈されてしまった月でもあったんですけど、まあ、やっぱり負けてたりだとかさ、雰囲気が悪いとやっぱそういうことが目立つんだよね、うん、まあ、でもやっぱ下手なのは下手、うん、まあ、例えば投げてる時にもう、そう、もうカリカリしてると思うよ、はい、こんな試合っていうのは。でもまあ誰か一人行って、ね、肩でもね叩いて、うん、ね、お前しかいない頑張れって、ね、他のピッチャーを出さない、うん、お前が投げ切るのがフォワードチームだと、うん、だからお前頑張ってくれと頼むなっていう風な見え方をしてると、はい、まあ、そこまで言う人はいないと思うし、はい、マットしたら近藤に拍手も遅れたと思うしね、うんうん、はい、で米もやっぱ科学的にもう少しそうですね、なんか米屋が怒ってるって、農家が、農家さんが今怒っちゃってなんで米食わないんだみたいな、米食っちゃ悪いんだみたいな、なんかわざわざ米農家になっちゃってるんですよね。そう、江川さんも何の気なしに中国針とか言って、はい、打ったらもう投げれなくなりましたみたいな、うん、もう引退するつもりだったんだけどさ、はい、そこまでやったけどダメだったっていうのを言いたかったと思うんだけど、うん、中国針でって言った瞬間に針が飛んでくる飛んでくるそうなりますよねなるんだよ、だから言葉っていうのは、だからそれはちょっと気をつけた方がいいよ。そうですよね。ただその近藤選手に関してもその試合終わった後に、酷だったな、あの場面で投げさせるの申し訳なかったっていうコメントがあったけれども、やっぱ次の日にやっぱすぐもうファームに落ちちゃったっていうのも、なんかこう、まあ、力がないからもちろん、まあね、点は取られるし、うん、そういうピッチャーっていうのは一軍には入れないんだけども、うん、10日間で上げるからしっかり調整してこいっていうふうに、ん、気持ちも立て直しておいでって、うん、ね、いうぐらいあってもよかったな。なんか言葉下手というか伝え下手でもあるんですか、ね、まあ、そうだな、うん、まあ、昔の人って、ね、見て覚えろ、ね、聞いて学べみたいな、うん、まあ、そんな感じだから、はい、ね、わざわざ言わないと、うん、いや、まあ、伝える人もいるよ、今節丁寧にね、どちらかというとこう見て覚えろみたいな、うん、やって経験しろみたいな、まあ、そんな感じかな。あ、うん、まあ、これはしょうがないね。そうですね、性格だから変えてほしいけどね。そうですね、なんかチームの雰囲気がね、監督がちょっと明るくなって、よし頑張ろうって。でも最近思うんだけどさ、うん、自分の心の中で、はい、あ、これをやった方がいいなって思う瞬間が、うん、まあ、ことは別としてあるんだよね、はい、でも人間って面倒くさいじゃない、はい、でもどちらかというとやってもやらなくても一緒かなって思ってやらない時よりも、はい、あ、面倒くさいなと思ってもやった方が、うん、いい結果が出る、ね、あ、確かにそれはありますね、うん、だから自分の心の中でひらめいたことはやる、うん、立浪監督もあの時、まあ、マウンドに1回ぐらい行こうかなって思った瞬間があったと思うんだ、うん、その瞬間で行った方がいい。そうです。そしたらね、うん、こんなことには普段立浪監督がマウンドに行かない、でもあの時に行って、うん、お前しかいないんだと、うん、ね、
これを投げ切るのもフォア座チームだと、他のピッチャーを使わないのもね、うん、だから確かに状態が悪くて点を取られてくると頑張れ、ね、頼むよみたいなで帰ってくる、うん、そうですよ ね、 多分ね、選手もそうですもんね、うん、で後でちゃんと説明すればいい、うん、それがフォア座チームだと、で今度も分かってくれたと、うん、そういう方が分かっておきます、何の問題にもならない、そうですよ ね、 ね、はい、さあパリーグ行きましょう、はい、パリーグ、首位のオリックス中島君、もうね何にも言わない、うん、はい、もういいもういいですね、あのねやっぱねやることなすこと、もうハマりすぎるよ、気持ちいいですね、気持ちいい、うん、ただ一回起こったのは、はい、ライトのヒットの判断が悪くて、はい、ヒット性なんだよね、セカンドランナー胸が帰ってこれなかった、その後のタイムリーで帰ってきたけど、はい、あの時は怒ってたな、ベンチで、かみたいな、村井選手に対してまたやりやがったみたいな、お怒ることもあるんですね、いやでも伝えてるかどうかは別として、はい、そりゃカリカリ来るよ、うん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 、なんで帰ってこなかったっていう、まあね、うん、だからそうだな、ピッチャーを抑える、バッターを打つ、打順を変えたら火を放つ、はい、池田を使えば3安打、あ、はい、そうですよ、上げてきてすぐですもん、もう、ね、言うことないでしょすごいですね、すごいよ、そうですね、一番バッターやっぱ下もしっかりしてるっていうことだよな、しかも連携も取れてるんでしょうね、多分ね、すごい、うん、で山岡投手をいきなり中に回すとか、まあね、なんかすごい采配ですね、田島が投げたら田島が勝つとかね、はい、まあいいんじゃないのなんか毎月毎月中島監督すごいっていうのはずっと言い続けてるなっていう感じがします、ね、崩れないのがすごいよな、うん、チームが、うんうん、だからもうそれはいいんだよ、そうですね、もう言うことはあとはなし、なし、はい、さあ2位のロッテ吉井監督です、まあよく耐えたな、うん、エラーがあれだけ出てエラーに失点が絡んでみたいな、はい、まあよく耐え切ったと思うよ8月、はい、うん、ただ、まあ、中継ぎ陣もその悪くなってきてるしね、うん、まあ、疲れもあるんだろうけどもさ、投打の噛み合い、守備の絡みも悪くてさ、はい、苦しいんだけどもね、よく耐え切ったよね、そうですね、うん、オリックスと差は離されましたけれども、まあ、なんとか2位というところは死守してるっていう吉井監督としては、まあ、死守してるっていうかさ、はい、その後に出てくるソフトバンクはかなり悪いんだよ、自分たちより状態がそう、だからよくちょっと良かったっていうのはあるのか、まあ、まあそうだね、まあでも抗うことなくよく耐えたよね、そうですね、うん、なんかあのね、沢村投手もちょっと合流しそうですし、佐々木朗希投手が練習始めたっていうところでも、まあね、9月とかに向けてちょっと嬉しいニュースが入ってくるのかな、まあ8月は辛かった分っていう、まあそうだな、うん、さあそのソフトバンクの藤本監督です、何をやってもいかんな、なんかずっとそうですね、 1,2 番が活躍してる時は、うん、まあ、三森入れて三森がパンパンと打った時があって、はい、そしたらやっぱりチームがグッと上がるんだけど、三森が当たりが薄くなった 1,2 番に代わりを入れてきた、それが打ったパンパンと勝つ、でも長続きしない、うん、だからどん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 低迷期に入っていく、課題はあるの分かってんだよね、うん、ある程度でもそれを補う選手が出てこないといういないっていう、本当に選手はいないんですかね、例えば下とかに、だからまあソフトバンクってやっぱ勝たなきゃいけないチームだし、はい、我慢して育てるようなことができないんだよね、はい、そのために育成組織をかなり広範囲で作ってるわけだから、いきなり上に上がったらもう即戦力なんだよ、うん、でもその即戦力では違うというね、うん、1,2 番じゃないというね、だからやっぱこうちょっと苦しいわな、そうですね、去年まで勝ててたのに、うん、優勝争いしてたのに今年がどうして、まあ、8月もそうですけどこういうことになってしまったのか、やっぱピッチャーだな、千賀が抜けて千賀の代わりに藤井っていう風に考えてて、あ、それいい考えだなっていう風に思ってたんだけど、藤井が早々に怪我とかさ、うん、そういうことで離脱者も多いし、はい、まあそうあったらもう本当に東山もね、うん、あんまり勝てないし、坂東もそうだし、まあ、石川やっと良くなってきたみたいな、まあそうだな、先発で本当10勝できるピッチャーが、まあ、2、3枚いないとな、なかなか苦しいよな、うん、確かにオリックスなんか上位ずっとオリックスじゃないのピッチャー全員がみたいな、そうです、そうです、そんな感じでしょ、うん、対照的ですよね、そうだな、
だからちょっと困るな、ね、だからまあ野手でいうと近藤選手と柳田選手がどれだけ打ってもそれがつながっていかなければ打ったところでやっぱソロホームランであったりだとか、うん、やっぱランナーがいるときには大量点取るんだよ、その2人を打つと、はい、だけどやっぱこうランナーがたまらないからな、これは苦しいな。そうです、ね、はい、さあ4位楽天石井監督です。8月はよくやったんじゃないの、うん、はい、まあ、大体確率的には村林、うん、小深田、はい、小郷、はい、この3枚でやっぱ浅村の前にねランナーを置こうとして、まあ、ある程度機能的になったし、はい、この3人の活躍で勝った試合ってたくさん作れたしね、まあ、そのうち待ってると島内が帰ってくるし、はい、だから選手も揃ってきたし ね、 そうですね。でフランコも、まあ、例えば起爆材料として一番に使ってみたらちょっと機能しちゃったとかさ、はい、だから結構良くなってきてると思うけどな。その石井監督がこう仕掛けたりやろうとしたことにいい反応として選手が結果出して、まあ、答えてきてるよね、うん、だからまあここからも期待感は持てる。おお、まあだから9月ってなると、まあ、8月良かったのでそれをそのまま引き続き9月っていうところだと A クラスが今月見えてくるて、まあ、まあそうだよね。そうですよね。さあそして5位の日本ハムは順位上げました。はいはい、はい、で月間でも2位です。大型連敗があったよな。 ありましたね。それを取り戻すのにやっぱ時間はかかるしさ、はい、まあ取り戻せないけどね、13まで行っちゃうとさ、はい、なかなかね。だけどやっぱへこたれてないよね、うん、そこをまず評価したいということだよね、はい、でいつもそのファイティングポーズを取ってるという、まあ、その中で清宮が戻ってきて、はい、ずっとヒットながってポンと出始めたらパンパンと打ち出したし、うん、で万波があのレーザービームとかはい、ホームラン争いもしてるし、うん、で野村が悪かったのが帰ってきてるし、うん、そうですね、で奈良間が良くなってる、ね、磯端もいい、うん、ね、あと郡司選手も郡司もいいな、はい、だから、まあ、みんな相乗効果で良くなってきてるというかさ、はい、だからこっからやっぱこう面白いよねって。そうですね、うん、ソフトバンクはこのまま本当に状態が上がらなければ4位まであるなっていう、はい、ソフトバンクは5位に落ちて日本ハムが4位でソフトバンクが5位になる可能性があるぐらいの勢いを今持ってるけどね、はい、まあ、投手陣もある程度安定してるし、はい、で長継ぎ陣も、まあ、池田が一時期バツってたんだけどね、うん、まあ、ここのところで良くなってきてる。で抑えは田中正義というね、はい、形は出来上がってきてるから、うん、このまま本当に日本ハムが止まらずノンストップでいけば、はい、ソフトバンクはやっぱり気持ち悪いと思うよ、うん、ね、俺らお前 A クラスに残れないのかとか。そうですね、で、いや B クラスに落ちたけど5位まで行っちゃうかみたいな、うん、それになるとやっぱソフトバンクが大変になるからね。だからそんな勢いを感じるような8月の日本ハムの勢いっていう、まあ、そうだね、そんなにね特にねわっしょいわっしょいみたいな勢いじゃなくてやっぱチーム力がついたよね、うん、例えばロッテの横山から1対1から1、3塁で郡司を代打に出したんだよ。どういうバッティングしたかって言ったらもう右に渋いヒット打ちに行くんだよ、ね、うわこれやられるとやっぱり横浜嫌だよなって、引っ張ってくれたらいいのにって、はい、で続く松本これもぐしゃーって詰まって右方向狙ってるんだよ。やっぱねチームに力がついてきてる。あ、教えてたことが選手が出せるようになってきたっていう。だからこれからの日本ハムを楽しみ。そうですね、はい、さあそして最後西武、松井稼頭央監督です。西武はね1点、うん、ね、これを打てないとか守れないとかもうそんなことよりも配置転換をした方が俺は絶対いいと思う、うん、やっぱ選手も苦しんでると思うし増田ね、はい、これをやっぱ解放してやった方がいいと思うよ。信頼してるから変えないよって、うん、君のことは信頼してるよって言うけども、それはありがたいんだけど、今年俺はそれだけのモチベーションが保てない状態にあると。やっぱ選手からなかなか言えないんだよね、変えてくれって。やっぱそれはなんかこう弱気に見えるし、やっぱ弱気はダメだぞっていつもポジティブにいけって言われてたらさ、言えねえよなみたいになっちゃうんだ。でもそれは言う前に配置転換してやった方が俺は今年の場合はいいと思う。それは松井稼頭央監督はやっぱ野手出身でいらっしゃって、これがまたピッチャーの監督だったらそうしてたかもしれない。8月だってさ、まあ阪神戦とか広島戦でも、はい、抑えが悪いと思ったら変えるか、変えるじゃない。野手出身の監督でもそうですね、うん、変えるじゃない、はい、
でそうなってくるとやっぱあそこまで逆転まで引っ張ってるっていうのがさ、やっぱねこの一敗ってね一敗じゃないんだよね、チームの勢いをなくす一敗なんだよ。その投げてて勝ち投手の権利を持ってる人たちは次に影響してくるんだよ、うん、それが何試合もあるわけよ。あ、心折れちゃい、心折れるんだよ、はい、で打たれ方がいつも一緒だから。だから増田ってすごくいいピッチャーだけども、はい、今年はやっぱ状態は決して良くないね、うん、それとあそこのポジションって精神的に追い込まれるようだったらもう投げれないから、うん、だからね間がめちゃくちゃ長い、あ一球一球が長いこれピッチクロックだったらツーボールになるぐらいの感覚がある。ああそうなんですね。だから俺はやっぱそこを変えてあげた方がチームのためだし本人のためだと思う。やっぱ増田を守るんじゃなくてチームを守らないとさ、まず、うん、それって松井監督の優しさとかそういうものが出てしまって今こうなってるって、優しさなんだろうね、うん、それかもう本当に増田に頼るしかないっていうんだったら分かるけど、でもあれだけのピッチャーがいるんだったら誰かを配置転換した方がいいと。そうなんですね。今年だけでも、ね、これ9月でも遅くないってことですか。だって再開に終わるわけにいかんだろ、はい、まあそうですよね、うん、そうだと思うよ。あのまあね、来季見据えたっていうのにもなってくると思うんですけど、そうそうそう、やっぱりでもファンは最後までやっぱり試合見に来るので、ね、どんな試合も、うん、ということはそれも視野に入れて9月ちょっと考えて選手のことも考えて、まあまあそうだな、うん、まあ、それをやってほしいな、うん、だって自分も苦しいと思うよ、カズオ自体が、うん、やっぱり信頼してる、ね、それ言っちゃったのかもわからないけど、はい、言っちゃった以上帰れねえぜみたいなああそうか、参ったぜみたいな、どうしたもんだかみたいなでもね、そこら辺はやっぱ戦ってる選手たちをやっぱ守らなきゃいかん、うん、他の選手たちも増田を守るんじゃなくて、ね、そこら辺はちょっと配置転換した方がいいかなと思うけどね。そうなんですね、はい、まあ、8月の、ね、12チームの監督総評終わりましたけれども、はい、もう次が最後ですからね、この監督総評っていうのももういいでしょいや優勝してんだから9月とさらにこの1年を通してっていうのはあと2回くらいこの監督総評はあ、まあ、そうあるので、はい、豊さん頑張ってください、はい。